アサリ！何？フェイスレス様の脳をダウンロードして今は宇宙のはずでは。乗れハンサムの！なんで一人で戦ってるのかわからないけど一緒に行こう。僕は行けないんだ。え？白金たちは汽車で出発した。ここは僕が引きつけている。僕の代わりに白金を守ってくれ。そんな。これはアルルカンだな。届けてやるがいい。キリサを残していけないよ。勘違いするなよ。今人間たちは命を懸けて自分の舞台を踏んでいるのさ。ここは僕の舞台。君は君の舞台で命を懸けろ。白金を守ると誓ったのだろう。一度に行くぞ。かかれ！キリサ！抜け！マサル！僕のような善人とはまた天国で会えるさ。うん、また会えるよね。相変わらず泣き虫だな。でも君はサーカスにとって本当にいい観客なんだな。その目はサーカスの芸人を奮い立たせる。どんなに心が折れた芸人でも君に見られるとしっかりしなければ、せめてこの演目が終わるまでと思ってしまう。僕もそうさ。ラルミもエレオノールもそうだったのだろう。ナルミ、出発してゆく君たちを見て僕が何を考えたのかわかるかい？それはいつか見た見知らぬカップルの結婚式。一人待つ新郎。バージンロードを進む新婦。君はなぜ僕が君を助けたのかよく聞きたがったな。それは僕が君を認めたからさ。エレオノールが心配で必要なら手助けしようと軽井沢で君たちを見ていたのだ。そして僕はエレオノールが君を愛し始めていることに気づいた。この世を去ろうとするのを引き止め同じ運命に巻き込んだのは君こそが。エレオノールを分かってやり彼女のそばにいてやれる唯一の男だと思ったからだ。あの素晴らしいアンジェリーナと少女のように。だからあの時この世という舞台での自分の役を買って出たのさ。貴様は最後だ！オリンピア、ありがとう。僕たちはそろそろ退場らしい。うん？セリフが無粋かい？じゃあこんな時は何と言おう。はあ、そうか。幸せにおなり。
オリンピア。君の顔はママンのデスマスクから作ったんだ。ママ、今行くよ。今度はたくさん僕を